秋田県の記念物。秋田県の記念物では、秋田県に所在する史跡、名称、天然記念物についてが一説する。日本の文化財保護法では、史跡、名称、天然記念物を合わせて記念物と称する。なお、秋田県と青森県にまたがる、とわだこ及び、おいらせ流は、その学術的価値により、特別名称と、 天然記念物の二つの種別の記念物に重複して指定されている。縄文時代後期の環状列石は北海道や東北地方北部で特に大規模なものが多く検出されており、縄文人の精神生活を知る上で貴重な広告資料になっている。秋田県内には、数野市の大湯環状列石特別史跡、1951年指定と北秋田市の 伊勢道大遺跡、史跡、2001年指定がある。また、大規模集落としては、縄文時代前期の日本最大級の、超大型住居が見つかったの白市の杉沢大遺跡、史跡、1981年指定がある。弥生時代では、秋田市の地蔵で遺跡、史跡、1996年指定が弥生前期の、 木柵で囲まれた集落と墓地が複合して見つかった遺跡として資料価値が高い。防御施設を伴う遺跡としては最も北にあり、墓地から見つかった河原景筆議には北九州地方の影響を受けた音画がアーケード機が使用されていることでも注目される。奈良時代から平安時代にかけて東北地方の政治、軍事の拠点となった古代城作遺跡として秋田市の 秋田城石、史跡、1939年指定と大戦士と、仙北郡三里町にまたがる、堀田の木跡、史跡、1931年指定がある。これらの史跡では、現在、学術調査とそれをもとにした、復元整備が進められている。この他には、江戸時代の国学者で、復古神道を体制した、平田篤種子、史跡、 1934年指定が秋田市にある。遺言によって現在地に葬られ、墓碑も厚種死去当時のものである。湯沢市の岩井道洞窟、史跡、1978年指定は、第2堂からは、縄文時代早期、前期、後期、晩期の角土器、弥生土器、俗上門土器、恥が相違的に出土しており、第4堂では、 縄文時代早期の資料が、質、量ともに貴重である。また、中世の安藤氏の上官跡であった小菓子の脇、本城跡、史跡、2004年指定は、東北地方でも最大級の規模を誇り、現在も発掘調査が続けられている。調査によって、当時の様子が、少しずつ判明してきている。日山安藤氏については、野城市の日の木山城跡、大館跡、茶薄屋型跡が、 檜山安藤市上館跡、史跡、1980年指定として一括、指定されている。戦国大名として発展した檜山安藤市の本庄、市場として、核移行の依存状態がすこぶる良好であり、貴重である。近世を通じて、日本海沿岸部においては、海岸部の農地開発が、諸藩の重要な政策であった。保の由利海岸 史跡、1997年指定は、江戸時代に、波浪や強風による塩害から、海岸の農地を守るために築かれた、石類遺跡である。18世紀末に、大石久隆が表した、地方判例録書斎、波女石垣のことには、波女石垣が、波浪による、海岸侵食が、乱喰などでは防ぎきれないほど激しい地域に築かれた、防波風、包み。 傍聴堤であることや、表面に大ぶりな石を積み内部には、小割石や砂利などを詰めて構築する方法を記される。現在残る石垣はいずれも自然石を積み上げ、表面には、計3 0トルから5 0トル前後の石を用い、内部には、小割石、砂利を詰めて築かれ、地方判例録に記す築造法と一致する。高さは、 1> 約1.2メートルから3メートル前後の部位が多く、水抜きの水門も保存されている。名称では、千北市角野立地域の日の木内川包み、桜、名称、1975年指定がある。ソメイヨシノの並木で延長1850メートル、総本数367本である。1934年、昭和9年に植栽されたものであり。 夏季には相関を提示、桜並木のうち、特に長大で景観の優れたものとされる。ソメイヨシノの寿命は短いとされるが、2000年、平成12年より行われた生育環境改善工事により、樹勢を回復し、現状は枝張りも広く、樹勢も極めて旺盛である。大仙市、池田市庭園、名称、2004年指定は、庭園としては、 県内初の名称指定で、敷地は、池田氏の家門に習って、亀甲の平面型を手し、周囲は石垣を伴う堀と土塁で区画するもので、屋敷林を伴う山居でも、とりわけ規模の上で結出した景観を有する。巨大な雪見道籠や洋館など、東北地方有数の大地主の生活を垣間見る、ことができる。秋田市の旧秋田藩主佐竹氏別邸、女子邸、名称、 2007年指定は、佐竹氏の居城であった、久保田城跡の北約1キロメートルに位置する。三代藩主、佐竹義所が下視した土地に家臣が整備した別荘を、起源とし、五代義法の第二、藩主の狩りの際の休憩所として整備された。九代際の時代にほぼ現在の姿に庭園を、整備して、園内15景を選ばせ、当初、特月亭と称されたその名を、 女子帝と改めた。この頃から女子帝は、久保田藩の迎賓館のような役割を果たすとともに、文人仏閣たちの良き交友の場となった。県の史跡にも指定されている。日加市の那蘇の白幕国、名称、1932年指定はな、蘇川の中流に位置する高さ26メートル、幅11メートルの滝であり、近峰神社と生態しており、 社殿前の展望台からの眺めが素晴らしい。和野郡小坂町と青森県十和田市にまたがる、十和田湖及び、おいらせ渓流、特別名称、1928年は、飛行文作家、大町渓月によって、山は富士、湖は十和田湖、広い世界に一つずつと評された、継承地である。学術的価値から、天然記念物にも指定されている。なお、 秋田県内の名称については、日本各地の名称とともに、別項、名称に一覧が掲載されている。名称のみの指定はないが、の2県は、県の名称及び天然記念物に指定されている。天然記念物の中では、大宇山系を中心に広く生息する、カモシカと仙北市の玉川温泉の北陶石は、国際的にも、学術上極めて貴重なものとして、 特別天然記念物に指定されている。カモシカ、特別天然記念物、1934年指定は、日本カモシカという種が30都府県で生息が確認されており、地域を定めずに指定されている。日本特有の動物として、貴重なものである。玉川温泉の北東石、1922年、特別天然記念物は、日本以外では、 台湾の北投げ温泉でしか見つかっておらず、所在地が指定対象となっている。表面に小結晶のアキラ族を形成する放射能鉱物で末期癌が,が治ったなどとマスコミで検伝することが多い。岩盤浴ブームで今日さらに注目を浴びているが、採取は禁止されている。クマゲラ、1965年、天然記念物や犬シ、1965年、 天然記念物などの野生動物、秋田県天然記念物1931年指定や、木内鳥天然記念物1937年、小よどり天然記念物1937年などの畜養動物の種の指定、日本ザリガニの生息地の難言として、大立市のザリガニ生息地天然記念物1934年指定のように、 生息地を含んで地域指定をする場合など、動物の指定には様々な形がある。植物や地質鉱物の場合は、仙北市の秋田駒ヶ岳鉱山植物体、天然記念物1926年指定、角野立のしだれ桜、天然記念物1974年指定や、二カ星の鳥海山獅子ヶ原出現植物群落及び、 新山溶岩流末端崖と湧水群天然記念物2001年指定大立市の長層風血高山植物群落天然記念物1926年指定芝谷地湿原植物群落天然記念物1936年指定北秋田市の桃堂佐渡の杉原成林天然記念物1975年指定 千北郡三里町の千夜断層、1995年天然記念物、湯沢市の地上形跡及び噴泉等、1924年天然記念物などのように指定地域が定まっている場合がほとんどであり、史跡や名称と同様、土地と結びついた文化財になっている。特別名称と重複指定された、とわだこ及び、おいら渓流のうち、 十和田湖は雄大な二重式カルデラであり、外林山の外側に堆積する膨大な量の浮き石草、シラスは第一次カルデラ及び第二次ルデラの生ずる前の二度の大噴出の結果である。オイラセ渓流は十和田湖の唯一の流出河川であり、青森県側に流下する。年、文化元年の大地震の遺跡として、天然記念物、 1934年指定がある。かつては松島と並び称される継承地であったが、海底が約2メートル40センチメートルも隆起し、型の水は失われてしまった。海岸の巨石や岩盤には今も明瞭に隆起の跡が残っている。また、著しい中上節理を示す、体格灰色から開白色を呈する黒、雲モリウモン岩の岩脈として、 秋田市の筑紫森岩脈天然記念物1938年指定がある。なお、小賀市の椿自生北原地帯天然記念物1922年指定は青森県東津軽郡平内町にまたがっての指定である。北前船で小賀を訪れた能登国出身の若者と村の娘との椿にまつわる物語の伝承がある。 県内で最も新しく指定されたのが、2007年7月26日の、おがめ火山群一の、目方天然記念物、2007年指定である。マールの典型として、また、関西火山群の典型として、極めて貴重であるとして、保護措置が取られることとなった。その他、野代市の、母体のもみ林、やし、横手市の、イカダの大杉など37県が、 天然記念物に指定されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。